はい、皆さんこんにちは、久保です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。さて今日はですね、アクシー越えがあるとあるプレイツアンのですねゲーム銘柄をご紹介したいと思います。でまずはですね、僕のことをご存じない方のために簡単に自己紹介しておきます。投資歴はですね13年目になりました。で仮想通貨以外もですね、はるか昔から FX バイナリー株などやって全て勝ち続けております。こんな形で過去に配信してきたですね銘柄が爆益を出しているんですけども、LINE の方で、こういった情報をですねいち早くお届けをしておりましたが、今後はですねテレグラム、新しく開設したテレグラムチャンネルの方でも、情報発信をしていきますので、まだ登録されてない方はですねぜひしてください。でお年玉企画ということで、今週末のですね日曜日の日付が変わるまでですね受け付けている、応募可能なですねお年玉企画やってますので、テレグラムの方に登録してもらってそちらの方から応募してください。さてではですね、1646倍アクシー越えあるぞ、モンスターギャラクシーで1900万円ゲットということでやっていきたいと思います。そのゲーム銘柄というのがですねこちら、モンスターギャラクシーというものになります。はい。でこれね、もともともうすでにプレイトゥアーンではない、既存のゲームとして2011年から実際にねその提供されているゲームでして、でこれですね2011年からもうすでに提供されている、ゲームですと。で今回、ブロックチェーンゲームとして、新しくセールされるということになっています。で、下の方にですねバックアップ、要は投資家ですね、が あるんですけども、パートナーズということで、アニモカブランズというサンドボックスの、親会社ですね、はい、が入っております。なのでかなりですね、期待できるゲーム、これだけでも期待できると思うんですけれども、なぜねそのアクシー越えがあるかっていう、その、ロジックというか、なぜアクシー越えがあり得るのかという話をしたいんですけれども、アクシーはですね言わずと知れた、プレイトゥアンゲームのもうトップオブトップですね。はい。このサイトによりますと、アクシーインフィニティはですねセール時から1645.99倍ということなんで、1646倍になっております。はい。もう去年の中でも一番上げたのかな。はい。アクシー自体のそのセールは去年ではなかったんですけれども、はい、去年爆上がりして、で1600セール価格から1646倍になったということです。でそのねアクシーインフィニティのフェイスブックのページ見てみますと、フォロワーがですね43万6千人ということなんですね。で、この数を覚えておいてもらいたいんですけども、で今回その僕が今日シェアした、モンスターギャラクシー、はい、こちらなんとですねフェイスブックのフォロワーがですね125.5万人、なんですよね。なのでアクシーインフィニティの3倍ぐらい多いと、はい、ことになってますので、相当ねすでにもうユーザーを抱えているということがわかると思います。ということでこのモンスターギャラクシーですね、かなり、期待が持てるっていうのが分かってもらえたかなと思うんですけども、このモンスターギャラクシーで、ゲーム内で使われるートークンですね、はい、のギャラクシージェムズというですねトークンがーセールされます。で今日はそのセールの参加方法と、あとはですねエアドロップによって GGM をですねゲットする方法、この2つをお伝えしたいと思います。ゲームもね最近、プレイツアンゲームってボンボンこう乱立してるんですけど、なかなかねそのゲーム自体が始まってないみたいなもの、そんな銘柄っていうのがねかなりあるんですけども、このモンスターギャラクシーは3月に、今年の3月ですね、はい、もうあと2ヶ月後ですねにゲームがローンチするということなので、かなりねスピード感も
ありますので、僕はこの、まあ、セールでね、ゲットはできると思いますので、そちらでゲットしたトークンは、まあ、すぐ売らずにですね、ゲームが始まるまで、とりあえずホールドしてみようかなと思っております。ここまでね、モンスターギャラクシーの概要を説明しました。で、まあ、まとめますと、アンノカブランズというですね、有名なゲームメーカーが入っていて、それでアクシーインフィニティのですね、3倍のフォロワー数がFacebook でいると。で、さらにもうゲーム自体がですね、なかなかスタートしないというゲーム銘柄が多い中で、今年の3月、あと2ヶ月後ぐらいにですね、ゲームがスタートするというような条件なので、まあ、かなりね、いい感じだと思ってもらえたと思いますね。ここまでね、よく分かりやすかったよって方は、ぜひグッドボタンの方を押してください。さて、では、実際のゲットの方法ということに、参りたいと思います。1つ目がですね、バイビットのローンチパッドで参加する方法です。で、バイビットのローンチパッドですね、以前、カスタというトークンですね、の話をして、で、何日か前、1週間ぐらい前かな、に、上場をして、まあ、結構ね、すごかったですね。これですね、$0.04で売り出されて、で、2ドルなので、50倍に、瞬間的に上がって、で、まあ、この辺でね、全然売るチャンスはあったみたいです。僕は1.125 ぐらいかな。はい。この辺で売ってるんで、1.15、この辺かな。はい。この辺で、もう即売りするって決めてました。で、理由はなんですけども、まあ、ちょっとね、相場環境が、その時良くないなと思っていて、で、まあ、ゴリゴリのメタバースとか、そのテーマのね、銘柄であれば、ホールドしてもいいのかなと思ったんですけども、まあ、相場環境もそんなに良くない中で、その辺も考慮して、まあ、すぐ売ろうと思ってました。で、配布気づいたタイミングで、まあ、すぐに売りました。で、まあ、しっかりとね、張り付いてた方は、まあ、高値のね、ここで50倍では売れないにしてもですね、この辺で売った方は結構多かったみたいです。で、僕の読者さんとかですね、あとディスコードのメンバーとかも、結構ね、利益になってましたね。だいたいその入れたビットに対して、10% ぐらいは利益が、10% から、15% ぐらいかな、の利益にはなったんじゃないかなと思います。そんな形でね、バイビットのローンチパッド結構回数もね多くて、で、まあ、今回のカスタで言えば50倍ぐらいでしたし、まあ、他にもジェノペッツとかもすごい上がってましたしね、なんかそういうの、まあ、必ずねもらえるんですよ。ビットっていうのを持ってれば必ずもらえる。まあ、ただ割当数はね少ないんですけども、当たる当たらないとかじゃなくて、絶対もらえるっていうのが、まあ、ここの良さであるんで、なので、まあ、引っ張る銘柄っていうのは引っ張って、で、まあ、即売りするのは売って、で、まあ、ビットに変えてっていう感じで、まあ、ずっとね複利みたいな感じで、しばらくはやっていこうかなと思っています。はい。で、そのバイビットのローンチパッドですね、ここですね、はい、もっと見る、この ローンチパッドを押してもらうとこのページに飛びます。はい。で、この中に、GGM ですね、はい、があります。で、これちょっと詳細見てみましょう。はい。で、今ね、計測期間という期間に入ってまして、ビットというトークンをですね、バイビット内で持っていると、カウントされます。はい。で、期限が下の方にあります。はい。2022年の1月7日、UTC23 時59分までなので、18日の8時59分までですね。はい。日本時間で18日の8時59分までに、デリバティブアカウント、現物アカウントおよび Wi-Fi アカウント、まあ、どのアカウントでもいいです。ビットが50以上、はい、50以上、日本円にしたらだいたい1万円ぐらいですかね、1万円ちょっとですね、それ以上のビットがあれば、その計測の対象になります。はい。で、この期間が終わってですね、コミット期間というのがあります。はい。18日の UTC3時30分なんで、12時半から19時59分、18日のですね、
12時半から19時59分の間に、ビットというのをコミットすると、はい、で、まあ、要は申し込みするってことですね、はい、でその時に全額申し込んでもらっても全額絶対買えないんで、本当に一部しか、ごく一部しか買えませんので、全額申し込んでもらっていいです、はい、なのでここで計測された分のそのビットをですね、まあ、全額申し込んで、で、まあ、それのごく一部が、まあ、割り当て自分にあるという感じです。で配布期間が18日の20時、日本時間20時から20時59分までの間に配布されます。はい、が配布で、上場が21時ですね、18日の21時から開始となるんですけども、ここはね遅れる可能性も全然あります。まあ、過去にはね15分ぐらい遅れたとか、30分ぐらい遅れたってことはありましたので、21時ぴったりには上場はされるかどうかは、まあ、ちょっとわからないという感じです。はい、まあ、これが流れですね。はい、あとですね、絶対条件としてバイビットの KYC ですね、はい、身分本人確認をする必要があります。でアプリで、僕やった時は本当にすぐ認証されましたね。即認証と言ってもいいぐらいめちゃくちゃ早かったです。はい、なので、まあ、パスポート、仮想通貨やるにあたってパスポート必須なので、海外に行く予定なくてもパスポートを作ってください。はい、運転免許証とかマイナンバーカードっていうのは、まあ、日本独自のものですし、漢字で、ね、書かれてるんで、グローバルのそのやっぱグローバルな言語って英語になるじゃないですか。はい、なので、漢字とかなるべく使われてないものが望ましいんですよ。なのでつまりパスポートになります。はい、パスポートお金かかりますけど、仮想通貨で儲けたいと思ったらもう絶対作ってください。はい、でパスポートで KYC した方が必ずね、早いです。今後もバイビットだけじゃなく、まあ、いろんな取引所とか、まあ、DEX とかで KYC することになると思うんですけども、パスポートが一番有利なので、絶対パスポートは持っておいた方がいいです。このバイビット内にですね、プロジェクトの障害があったのでちょっと読んでおきましょうか。モンスターギャラクシー P2E は大人気モバイルゲームシリーズのブロックチェーン版ですと。はい、で、プレイヤーは NFT でモンスターペットを所有し、ゲーム内のトークンおよびアイテムと交換することができるということです。はい、で2011年に初めてリリースされて以来、2500万人以上のユーザーにプレイされているということですね。すごいですね。はい、で、モンスターギャラクシー P2E ではモガっていうのかな、モガと呼ばれるモンスターを育成することができると。で、まあ、それを NFT マーケットプレイスで、取引することができる、レア度が7段階あるとですね。はい、でモンスターを使って他のプレイヤーと戦って、ギャラクシージェームズ GGM ですね、今回この GGM というのがセールされます。はい、そのゲーム内トークンを獲得することができると。はい、で GGM はゲーム内のエネルギーやモガ用の追加スロットを購入するために使用できると。はい、でまた特権やステーキング報酬を獲得するために利用することもできますと。さっきねモンスターギャラクシーのサイトなんですけども、ここですね、ステーキングっていうのがあったんで、まあ、これステーキングすると、まあ、メリットがあって、で、まあ、ゲーム通貨でどんどん排出されていくんでね、その、まあ、こういった、トークンエコノミーがないと、どんどん売られるだけになっちゃって、価格がね、こう下がってしまいますので、まあ、ステーキングというのがあったりするのは、非常にいいことだと思います。で GGM およびその他すべてのゲーム内アイテム、まあこれ NFT ですね。はい、NFT はサポートされているオープンマーケットで取引できるということですね。はい、これがプロジェクト紹介で、あとは総配布とか、まあその辺あるんですけども、この辺よく見といた方がいいです。ではバイビットのローンチパッドで GGM をですねゲットする方法をまとめます。はい、まずは最低条件で KYC をする必要があります。はい、で続きまして50ビット以上ですね、この計測期間、ここですね、計測期間、日本時間で 13日の9時から18日の8時59分までにビットをですね、バイビットってアカウントが3つあるんですけれども、まあ、どこかに入っていればもう必ず計測されます。はい、
でコミット期間にですね、申し込みをして、で配布は自動でされまして、で、まあ、上場して、まあ、すぐ売ってもいいですし、僕はあの、まあ、ホールドしておこうかなと思っております。はい、これがあのバイビットでの、GGM のゲットの仕方でした。あ、バイビットというよりすみません、バイビットのローンチパッドでのゲットの仕方です。まあ、ローンチパッドね、慣れれば本当になんてことないんですけども、まあ、一回ね、やってしまえば、本当に毎回同じことのやるだけなので、非常に、楽です。で、儲かりますし、もちろんビットの上下って、価格の上下っていうのはあるんですけども、まあ、1.85 を割ることはね、なかなかないので、まあ、1.8 ぐらいになって買うっていう、まあ、買っとくっていうのは、まあ、結構いいかもしれません。はい、でここまでね、分かりやすかったよって方はぜひね、グッドボタンの方を押しておいてください。で、2つ目の方法ですね。はい、ギブアウェイですね。まあ、プレゼント、エアドローみたいなもんです。はい、を、なんとね、バイビットがやってくれます。はい、で、100ドル分ですね、もらえるんですけれども、100ドル分、まあ、ビットを使って、で100ドル分もらおうとすると、まあ、結構な資金いるんですね。まあ、おそらく3桁万円ぐらい、必要ですと。はい、でも、お金をかけずですね、100ドル分の GGM をもらえると。で、まあ、仮にアクシーインフィニティ並みになったら1646倍なんですね。でこれかける116円ということですと1909万3600円という感じです。でまあ、アクシーもね、1年半とかかな、かけて、1646倍になってますんで、なかなかね、まあ、ホールドするのって、まあ、難しいかもしれないんですけれども、ただでもらったもんだったら、もう本当になかったもんと考えられるじゃないですか。だから、もう、その即売りしなくてもいいと思うんですね。ただでもらえたもんであれば、もう気絶する。で、よくある話で、めちゃくちゃ、ね、こう、大金儲かってた人の大半が、死んだ人だったりとか、あとはパスワードを忘れてログインできなくて売れなかったみたいな話をよく聞くじゃないですか。昔からあるんですよね。株とかでも、まあ、仮想通貨だけじゃなくて、もちろん仮想通貨もそうです。はい、株も昔からそういう話があります。はい、買ったことを忘れてたとか、もう物理的に売れなかったみたいな、要は、死んだ人の口座って、ね、その遺産相続人が何とかしないと、まあ、売れないわけじゃないですか。はい、まあ、そういった形で、まあ、長期保有をしてたことによってめちゃくちゃ爆撃になってた。でビットコインなんかで言えば本当に、初期の頃に、ね、持ってて、でそのログインできないパスワード忘れちゃったみたいな、秘密鍵忘れちゃったみたいな感じで、売れなくて何百億なってるみたいなアカウントっていうのは存在するみたいなので、まあただね、そこまで引っ張るっていうのは地金でね、こう入れてリスク取ったらなかなか難しいんですけど、本当に降ってきたものであれば、もう忘れといていいと思う。で例えば半分ね、半分利確して、もう半分は何年も放置しといても全然いいじゃないですか。半分利食いした時点でもう結構な、ね、利益になってると思いますので、まあ、そんなやり方で、やるっていうのも仮想通貨はかなりね、本当上に跳ねる時がとんでもなく跳ねるんで、はい、相性いいと思います。はい、ではですね、モンスターギャラクシーの2000ドル分のアロケーションをギブアウェイすることで、100ドルかける20人ですね、はい、がもらえます。はい、で、残り5日ですね。今時点で残り5日で、まだ全然ね、期限はありますという感じです。で、トータルエントリー4732なんで、まあ、意外とね、少ないですね、これ。はい。なので、4732で、1人当たりね、8か9ポイントまでいけるんで、はい。実際申し込んでる人は、おそらく、何百人か、500人とか600人ぐらい、まだね、それぐらいだと思いますので、はい、全然当たるチャンスはあると思います。はい、で100ドル分を普通にもらおうとしたら、ローンチ、パッドでもらおうとしたら、まあ、3桁万、が必要だと思いますんで、はい、
こんなねチャンスなかなかないって言いながらも仮想通貨って結構あるんですけど、はい、もうやれるものは全部ねやっときましょう。でこれ本当にリスクないんでね、はい、ぜひねやってもらったらいいと思います。で尺の関係で、まあ、一個一個ねこう説明はすいませんできませんけれども、まあ、よくあるあれですね、あのグレアムっていうこのプラットフォームを使って、でバイビットのフォローをする、モンスターギャラクシーのツイッターのフォローをする、でテレグラムのフォローをする、でリツイートをする、で、タグ付け3人をして、リツイートする、これツイッターですかね、でバイビットのユーザー ID を入れる、ツイッターのハンドルネームを入れる、でこれ全部やるとテレグラムのユーザー ID を入れるっていうのが出てきて、合計で9ポイントになりますので、9チケットは、まあ、誰でも行けるはずです。で現状のチケット数が4732なんで、まあ、仮に9チケット全員が、ね、9チケット取ってたとしたら、530弱ぐらいかな、はい、まあ、全部やってない方も多いでしょうから、まあ、500から1000人ぐらいの間の勝負現状はね、はい、で、その中から20人ということなんですけども、まあ、これ本当にねやるの数秒じゃないですか、数秒1分2分ぐらいかな、あ、まあ、3分あればできるでしょう、はい、で3分で、本当に1900万円、なる可能性があるんで、はい、まあ、普通に生きてたらおそらくないでしょう、はい、普通に来てたら3分の作業で1900万円になることはないんですけども、仮想通貨はそれがありますんで、しかも別にこれお金かかんないですから、もうね、誰もがやるべきだと思います。はい、では今日はですねモンスターギャラクシーというアクシー越えをワンチャンあるぞというプレイツアーンのねゲームを紹介しました。本当に2011年から2500万人ぐらいがプレイしていて、でFacebook のフォロワー数かがアクシーの、ね、3倍ぐらいあると。でアニモカブランズも出資をしていて、で、まあ、バイビットの、ね、ローンチパッド結構、ね、いい銘柄ガンガン上げてるんで、はい、これも、ね、かなり期待できると思っています。で、バイビットのローンチパッドを使ってビットをですね、バイビットに保有することで割り当てをもらうパターンと、あとはギブアウェイですね、20人にですね100ドル分、はい、100ドル分かと思うかもしれないですけど、この100ドルがですね、まあ、即日何十倍かにはなるでしょう、はい、なので、まあ、即日ですね、30万50万とか全然なる可能性あります。相場がもっと良くなってれば、まあ、100万超えっていうのも全然ねあると思います。はい、まあ、ただね、ゲーム自体まだ始まってなくて、マークシーっていうのはなんであんなに跳ねたかというと、やっぱフィリピンで社会現象になるぐらいまで流行ったからなんですよね。はい、なのでモンスターギャラクシーが、まあ、同じようにですね、まあ、スカラーとかもどん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 使われるような形で社会現象になるぐらい目流行ればですね、まあ、同じぐらいですねの倍率跳ねるぐらい、可能性というのはあると思います。でそれはやっぱり時間はかかりますので、まあ、さっき言ったですね、もう忘れた口座、死んだ方の口座で、その取引できなかったから、爆益になってたみたいな、そんな形で、もし仮にねその 100ドル分のアロケーションもらえたら、まあ、半分すぐ利食いして、で半分はですねもう永久放置で、いいかも、1年2年ぐらいね放置して、そこから、その時のね、金額で、まあ、利食いするというのも全然面白いと思いますので、はい、ぜひねローンチパッドの方もグレアムのですね、方も、両方ともねチャレンジしてみてもらえたらいいかなと思います。はい、ではいつもね最後までご視聴いただきありがとうございました。テレグラムのねチャンネル新しくやってますので、ぜひそちらの方登録して、お年玉企画まだ間に合いますので、どんどんご応募ください。はい、では今日の動画ねいいねと思ってもらえたら、ぜひグッドボタンの方お願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。